ざす。ちょっとね、久しぶりの登場、もこくんです。よちょっと、もこくん。超久々、超久々っす。生きてるよ。はいくんね、おはよう。おはようございます。もこくん、ちょっと、生存してたのか説っていうのは。オリックスの始球式、抜擢されたんですけど。どうだった？いやー、まあ、あれ、よかった。周東がね、うまいこと空振りしてね。そっち。いや、試合の感想。試合の感想。なんか動画で泣いてたらしい。マジか。じゃあ、その悔しさを先ぶつけようよね。まあ、ぶつけたいです。でも、多分、今、キャッチボールやった1球目で、5メーターぐらいのところでやったのに、いきなり1球目で距離感わかんなくて、30メートルぐらい。始球式やんなくてよかった。でも、今日ね、守備エラーは全然 OK だから、バッティングでさ、初ヒット打とう。まあ、ちょっと頑張りたいね。今季初ヒット。しっかり、OK。しっかり、バッチコリ。はい、よろしくお願いします。お願いします。藤原さん、おはようございます。今日の調子はいかがでしょうか。調子はいいです。なんでかって言ったら、はい、飯を食ってきてないです。飯抜きで。飯抜きで。今日は。今日はね、久々に2人が来てますので、勝ちをプレゼンさせてあげたいので。そうですね、はい。今日はじゃあバッティングで、はい、頑張ります。でよろしくお願いします。はい、ゆうたさん、おはようございます。おはようございます。ご無沙汰してます。おはようございます。本当久々ですね。1年ぶりぐらい。1年ぶりそんなに。ただそんぐらいだと思う。はい。本業の方がちょっと忙しいみたいで。いやいや、まあまあまあ、でも今日はもう野球人として。野球人の、野球人、鈴木優太で。そうです。もうゆうたさん、ゾーンに入ってるから。ゾーンも、カメラ一回も見てくれなかった。あんまさ、話しかけんなって。あ、すいません。すいません、弟が失礼しました。いや、全然、すいません。若干顔似てる。失礼しました。いや、そうしました。そっくだりもやったっす。そう、もう、ガイさん、おはようございます。元気ですか。元気です。今日はどうですか、調子は。今日も最近ね、ずっと毎試合ヒット打って。そうですね、めちゃめちゃいいバッティングが。よろしくお願いします。ゆきさん、おはようございます。おはようございます。どうですか、今日は。今日はちょっと先発なんで。先発ですね。でも途中で帰るんで。はい。2失点ぐらいで抑えて帰りたいと思います。でもいつも4時間のところ2時間でこうキュッと絞るんで。そうですね。ちょっとパワー出して全開で。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。ゆきさん、おはようございます。おはようございます。今日は調子は。今日もイップスです。イップス。バリバリにイップス。球がかからない。最近参加率めちゃめちゃ高いんで、どん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 良くなってるんじゃないですか。あります。まあでもちょっと前回ホームラン打てなかったんでね。前回まで3試合連続ぐらいで打ってて、はい。なんで今日もライトスタンド。ライトスタンド。めちゃめちゃフェンス高いですけど大丈夫ですか。行きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさか、おはよう。元気？朝ぶり。今日オレンジ泊まりましたからね。牛すじカレーで。今日元気で。今日でもリリーフで登板予定で。リリーバーで。そうっすね。ちょっと元気出していきましょう。ありがとうございます。はい、兄貴。はい、よろしくね。今日元気？あ、元気よ。まずで何としても勝つから、NST さん。はい。今まで2連敗してるんで。確かに。まずで一応気合入れていきますんで。確かに。今日珍しく、みんな驚くと思うけど、全員メンズやから今日。今日メンズだよね。もう NST のメンバー、野球女子いないから、もう今日練習でいいんじゃないかみたいな言ってましたよ。見たけど10対0で勝つから。ちょちょちょ、ボコしてやりましょう、マジで。ボコしてましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。向こうず。おはようございます。おはようございます。向こうず平日野球 VSNST ということで、過去2連敗してる相手です。よろしくお願いします。そして今回、明日から2021年復帰戦のモコウくんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、もう今日はね、全力プレーをこう上げてやっていきます。はい、よろしくお願いします。はい、2月ぶりかな。ゆうたさんです。はい。なんか冷静。バリューボンズ売りよ。勉強。なんか YouTube で見てきたんですか。どういう理論。体を軸にして回転するだけです。間違ってはないですよね。回転するだけでシンプル。そんな難しく考えてる。そんなに。ボボンズ2番で、3番にボボンズさん置いてるって。ボボンズ。じゃあ、最後スタートお願いします。はい、いきます。1番ファースト亀井くん。お願いします。亀井くん。クーラーみたいな。2番セカンド馬場くん。鈴木くん。4番ライト永井くん。はい。いいくん付け。小島くん。お願いします。6番サード C くん。7番センター山口くん。リアルなやつ。ガンツ玉。ガンツ玉じゃねえよ俺。なんでガンツ玉なんだよ俺だけ。なんでだよ。2個あったんだ。今日は珍しくレディースがいない。確かに1年ぶりぐらいじゃない。レディースがいない。
今日はね、泥臭く行こうぞ、ちょっと。だから今日ちょっとくせえの。匂い。いや、三人だよ、完全に。よし、じゃあ今日は、JAクで頑張っていきましょう。じゃあ、ゆうかさんお願いします。おいずたかったさあ行きましょう。モコさん頑張ってください。ベルト忘れてませんかっていう。さあ、というわけで昨年2試合とも大敗を喫した NST さんとのリベンジマッチがついに実現。先攻 NST、 後攻向こう図で試合は開始。向こう図のスポルティングメンバーはこちら。昨年12月以来約半年ぶりの野球となっているモコウ君をいきなり2番セカンドで抜擢。そして3番の DH ユーダさんは1イニングごとにね、交互にお互いセカンドの守備を守っていく形となります。ちなみに NST さんですが、平日野球1部リーグの首位を走っているチームです。前回ね、マンボウさんというチームが3位なので、そこにね、勝利しているので、このままの流れでモコウ図がどこまで通用するか。それではこの試合、激闘が始まります。プレイボール。先発マウンドには5月2日に誕生日を迎え30歳となった植木、そしてキャッチャーは向こう。この力強いストレートを受けてみて、今日はいけるだと確信するもフルカウントとなり、先頭バッターにいきなりフォアボールを与えてしまいます。そして続く2番バッター2ストライクと追い込むも、甘く入ってしまったスライダーをうまくセンターに運ばれ、いきなりノーアウト1・3塁の大ピンチを迎えます。さあ続く3番バッター、ここはサードに入っている守備の名手石井くんがホームへ送球しタッチアウト。ワンアウトランナー1塁となり、ここでホッとするかと思いきや、続く4番バッター、セカンド向こう君の横を抜ける痛烈なヒット、そしてライトの返球の隙を見逃さない三塁ランナーのナイスランで、向こう図いきなり先制点を許します。剛腕植木の球を確実に捉えてくる NST 打線、しかしここでナイスプレーが、ショート甲斐君のバックハンドトスが炸裂し三塁フォースアウト、そして2アウトとなり、ピッチャー植木もスイッチが入ってきたか、カウント2ボール2ストライクから、最後はピッチャーゴロに打ち取り3アウトをチェンジ。向こう図なんとかこのピンチを最小失点に抑えます。さあ1回の裏、向こう図打線、先頭バッターには勉強が嫌いだ Z 界の CM でおなじみの亀井君を抜擢。向こう図平日野球の新リードオフマンとしてどのようなバッティングを見せてくれるか。この2球目をいい感じで弾き返すもピッチャーナイス反応でワンアウト。続く2番バッター、審判にお辞儀をしながら打席に入る、約半年ぶりに野球界に戻ってきた男モコウ君、久しぶりの復帰、ファーストスイングは空振り。そして2球目、はい、向こうと申します。向こう君、家で吉田正尚見てきてから三振するわけねえよと言っておりましたが、ここは3球三振に倒れ2アウト。しかし全球フルスイングするその姿、次に期待が持てますね。さあここで迎えるは3番バッター、鈴木ボボンズさん。先日カイ君と洋服の買い物を行った際に気に入ったレイバンのサングラスをずっと野球場でつけて打席に立っている男、2球目はファール、そして3球目、ここは相手長身右腕の非常に伸びてくるストレートに空振り三振に倒れ3アウトチェンジ。さあ回は2回の表、先頭バッターのこの打球、ピッチャー植木腕を伸ばすも届かず、セカンドに託すもゆゆうたさんがどっかに行っており、これが内野安打になってしまいノーアウトから出塁。投内連携の練習も今後やりたいと思います。さあノーアウトランナー一塁から女子ソフト部出身の選手を空振り三振に打ち取り、ワンアウトランナー一塁。続くバッター、女子から三振を奪うのは許さない打法で、こ
これがライト線のツーベースとなり、ワンアウトランナー二三塁のピンチをまたしても迎えてしまいます。それにしても序盤から植木がこんなに打たれるのは珍しい。しかし続くバッターは先ほど打たれたスライダーをここで投じ、空振り三振に打ち取り、ツーアウトランナー二三塁。なんとか無失点で抑えたい。続くバッターの初球でした。初球のスライダーを左中間に運ばれ、タイムリーツーベースヒットを許してしまいます。ツーアウトからの失点はめちゃくちゃつらい。しかし2回の裏、向こう図の4番も黙っておりません。4番永井さんの長打球は惜しくもファール。しかし続くボールでした。先ほどの特大ファールから一転、侍のようなバットの使い方でライト前にヒットを放つ永井さん。そして5番バッター、松商学園出身の小島君がここはしっかり進塁打を放ち、ワンアウトランナー二塁のチャンスを作ります。ここで6番バッター、ユーティリティプレイヤーの石井君。ここはサードが軽快にさばいてツーアウト。そして打席には向こうの弟。ナイスナイス。向こうの参加5試合目にして初ヒットになるかと思われましたが、ショートの好守備で阻まれ、スリーアウトチェンジ。そんな顔面が激励な弟の悲しみを払拭すべく、向こうがキャッチャーフライをスライディングキャッチ。その後バッターを打ち取り、ツーアウトとなり、センターに入っている向こうの弟がフライをキャッチし、スリーアウトチェンジ。植木、この回は三者凡退に打ち取ります。さあ3回の裏、8番バッター海雄太が左中間を破り、一気にホームに生還するも、対面のベンチに入ったということで、ここはエンタイトルツーベースに。さあ続くバッターは9番の植木が5月現在で250打席に立つ男、変態男植木がエロすぎるセーフティーバントを決め、ノーアウト1・3塁の大チャンスを作ります。さあここで迎えるは10番のガンツ玉。ここはピッチャーゴロに倒れるも、一塁ランナーが二塁へ進塁。ワンアウトランナー二三塁で、打席には11番のガンツ玉2号。一打ホームランを狙っておりましたが、力みすぎていたので次につなぐことを意識した結果、なんとかフォアボールを勝ち取り、ワンアウトランナー満塁の大チャンス。ここで迎えるは1番バッター亀井君の初球でした。マルチアングルでどうぞ。新リードオフマン亀井君、嬉しい嬉しいタイムリーツーベースを放ってくれました。そしてなおもワンアウトランナー2・3塁、打席には2番バッターモコウ君。ワンボールから、ややここまでバットが下から出ていたので、三塁ランナー向こうがちょっと上から叩く意識でとお願いした結果、モコウ君が軟式特有の高いバウンドを打ち、三塁ランナー向こうが間一髪生還。これで3対3の同点となり、なおもワンアウトランナー1・3塁の大チャンスで3番バッターゆゆうたさんを迎えます。しっかりボールから最後まで目を切らず、不敵な笑みを浮かべたゆゆうたさんの2球目でした。
えぐい。切り取ります、切り取ります。これが天才なのか、野球素人とは思えないゆゆうたさんの美しすぎる流し打ちのタイムリーで逆転に成功。そしてピッチャーを引きずり下ろし、ここで二塁ランナーのゆゆうたさんが興奮したのか暴走。新プレー好プレー続出の向こうずの後半戦は次回。先発植木から後受けた甲斐優太、そして石井くんが躍動、さらには向こうくんが、大活躍の配信者メンバーたちになんとか勝利を。試合の後半戦は明日配信します。乞うご期待を。